ボルデマル・ハッグルンドは、フィンランドの軍人、中将。名字は、ヘグルンドやヘッグルンド、ハグルンドなどと表記されることもある。ビープリ出身。1915年3月、ドイツに渡り将校として、プロイセン領兵大隊に入隊。1917年から1918年の、フィンランド内戦においてはシロ、白を守る軍に参加し、赤英軍と交戦した。 両大戦艦機に軍艦区司令官第2師団長等を歴任。1939年から1941年、第4軍団長。冬戦争初期にソ連第8軍と戦い、フィンランド国防軍裁量の指揮官の一人と評された。1939年12月1日、ソ連軍は第4軍団の陣地に対して攻勢を開始したが、 ハッグルンドは敵に大損害を与えて、これを撃退した。1940年1月6日、攻勢転移し、ソ連第168師団、第18狙撃師団を包囲した。独祖戦開始後、エリック・ハインリッヒス将軍のカレリア軍の編成下の第7軍団長に任命される。1941年9月4日に、ペトロザボーツクに対して攻勢を開始し、 10月1日に同志を脱取。メドベージエゴルスクに対して攻勢を継続した。1943年から1944年、軍装官。1944年、防御施設計画本部長となり国土防衛戦の準備を委任された。同年が明対独人選に備えてヘルシンキの防衛業務を指導した。 息子のグスタフもフィンランド軍の軍人で2001年から欧州連合軍人委員会議長。ありがとうございます。